ネイル塗り出す。無事やったらごめん。おっ、やっほー、みんな握手会の合間だよ。ちょっとね、いろいろしてて今日遅くなりました。ごめんなさいませ。見て、ネイルナウ、ユーミンに貸してもらった。何？え？やってる。え、なん？次の部何時から？次の部何時からやった？4時からやんな、ほら。え、3時半って書いてある。え？何時半やった？お肉取りすぎやぞ。取ってない。あ、取ってないって。え、エビ3匹も食べてるやん。ルリリン、かわいい。お疲れ様です。ちょっと噛むのやめて。なんで箸に唾液を染み込ませんの？ネイルナウ。もう食べにくい。うん、全然さ。こんにちは。取ってくれへんかったよ。騒がしい。ツインテールかわいい、ありがとう。次の部からツインテールです。めっちゃ肉臭い。耳元で肉臭い。いやいや、咀嚼の音がする。ビジールうるさいって。ビジールうるさいんちゃうの？あんたはさ、あれやん、怒った声が高いからさ、うるさいね。ピッチクパッチク。あんた、もうちょっと握手会だよ。発声練習やんな、うん、見とったで、抽選。お、ありがとう。え、あんた、尻尾まで食べてんねんけど、エビの。ユーミン、臭いやって。なあ。え、本当じゃない。なあ。え、それって尻尾食べんの？え、ユーミン、うっせえやって。え、殻食べんの？うっせえわ、うっせえわ。え、やば。殻むくやろ、普通。なあ、思った。ねえねえ、殻そんなの食べてんで。すごいな、顎がしっかりしてんねんな、きっと。え、だってさ、エビフライとか食べるやん。食べへん。あ、私エビフライは食べる、尻尾。やっほー、尻尾も食えるやって。カルシウム、カルシウム。うん。うちのパパも食べる。パパばっかりやで。パパ、パパと一緒やで、パパと。キモ、ユミへそ見せてやって。見せて。絶対誰が見せるか。ボソって言うなよ。コミッケ行ってきて、ルリリンに会ってきた。おお、ルリリン違いのルリリン。最近の子は尻尾食べない。それな。食べないね。あなたも一応最近の子よ、イジリさん。うん、私は食べる。あら、そう。ネイル。ごめん。不思議な。今日は何のお話ししましょう。何がいい？あ、完成したベアッカイは一応います。え、ね、次の部何時からですか？まあ、何時？え、5部？ 5 部3時半から。ま、ま、やべえ。え、4時からやって思ってた。4時からやと思ったからメイク直しも何もしてない。メイクはもうしてん、今撮影やってきたから。4時からじゃなかった。もうやん、そう。ネイル塗ってる暇じゃなかった。10分後乾いてるかな。ひどくない？これ乾いてるかなって。あれ、髪型ツインになってる。そうだよ、眉部変えてます。しかも焦ってるから結構はみ出してるぞ。つけたら怒るでってきた。これ真っ黒ちゃうねん、ネイビーやねん。でもすぐ乾くはずって言ってたで、ユーミンが。かわいい。結構毒々しい。言い訳ネイビー。
逆につけてください。ええやんええやん、思い出思い出やって一足お先にレーンへ向かいます。お、待ってます。握手の特典、ルリリンのネイルつく喜んでくれるかな、みんな。やった、ルリリンの乾きかけネイルだって言ってくれるかな。ブラックアイと握手したい。なんでやねん、私じゃないかーい。ヤンキーどこ行った？これヤンキーのネイル、ヤンキーにネイル買いました。マットになるねんってすごくない？なんでマットになるんやろ、大丈夫？でもね、もう顔面はね完成してるから握手出れるんですよ、一応。顔面顔面完成。下手くそ。さすが。うん、でも割ともう濡れてる。ピピ。全然綺麗。イエーイ、綺麗って。コツはここの先もちょっと塗る。え。そしたら爪のここ。そう。すげえすげえ。先塗んねんて。先も塗っといた方がいい。なんで？綺麗に見えるみたいな。綺麗に見えるし、ああ白いのな。じゃあインスタにニューネイルって更新するわ。やめとけそれ。インスタグラマーっぽいでしょ。ゆりちゃんインスタグラマーやってる？やってんで。え、そうなん？最近始めた。あ、そうなんや。メンバーすら知らないっていう。めっちゃ言われるそれ最近。え、インスタやってたんって言われる。みんなを動揺させる。先、あかりんの声聞こえる。おらんおらん、あかりちゃんおらんで。今度握手行くね、待ってる。寄り目なってそうなってるかも。ジョーちゃんいる？ジョーはね、いないよ。さっきまで一緒にいたんだけどね。左手で塗るのがムズ。握手前に乾く、それやねん、それやねん、それが問題やねん。でも塗ってる。でもなんか変に中途半端に汚いのは嫌。全力で乾かしていきますね。なんかさ、右手の方が使うのにさ、右手で塗られへんからさ、汚い。うん、みんなが乾くまで待ってくれるはず。通信制限来てしまった。あ、辛い。お互いに楽しもうね。アイドル、アイドルなんかな。やばい、指ついた。あー、ネイル下手くそやねんな。で、あと小指、ほら小指めっちゃ微妙。トマトはダメミンやって。トマト美味しいやんな。あれ返事ない。あ、すごい顔してる、すごい顔。住んでないで、死んだ目やで、それ。お前に寒が救える。
れはめーちゃんは、あと何ができる、あれ 何ができる、あとメイちゃんって書いた？なんちゃらメイって書いた。濡れたけど周りにいっぱいはみ出してる。ネイビーっていいな、大人っぽい。大好き。見てほら。悪い人の爪。悪役の爪してる。横には芸人がいるのやって。違う。あ、やべ、触っちゃった。あー、触っちゃった。あ、ショールームがびっくりした。まだ乾いてないし、しかももうでも行きますよって言われた。やばい、ピンチ、やばめ、ピンチ、イエイイエイ。いける？あ、でも左手はなんとなく乾いた。あ、でも若干触ったら形がボコってなる。平井？平井が何？平井。左平井じゃない、左がなんとなく乾いてる。ナスですかって。違うよ。あ、順位よ、もう13位がエゴテスさん、エゴテス48さん、12位がユーミンタイムさんかな、11位チョルルさん、10位アスターレス、アスターラレスさん、9位天使ちゃん、8位阿部ちゃん、7位オールドボーイさん、6位イモサさん、5位コチさん、4位トモさん、3位モモタネットさん、2位ジョーさん、そして栄光の第1位は大五郎さんです。ありがとうございます。かけー、すごい、誰、メグの匂い、匂いがする、甘い匂い、嘘やん。バイバーイ、またねー、また多分後で配信します、本当に頑張ります、イエー。